はい、どうもお疲れ様でございます。今回はね、反社会勢力というね、テーマでお話をしていこうと思いますけども、まあ、いわゆる暴力団とかね、ヤクザと広く言われていたものが、現代において反社会勢力という呼び名に変わって、その存在をどんどんね、否定されてきたっていうことがあります。先日は、テキヤっていうね、単なる路上商売、つまりお祭りですとか、縁日とかに、ほら、軒を連ねて、綿菓子売ったりね、金魚釣りしたりとかするじゃないですか。あのテキヤがですね、反社会勢力との認定を警察から指定を受けて、解散状態になったらしいんですよ。100名以上いる日本最大のテキヤグループで、もちろん暴力沙汰を起こしたりとか違法行為はしてないんですよ。しかし、反社会勢力というふうな指定を受けて、解散を宣言させられたというね、ことがあるんですよ。これちょっと行き過ぎじゃないかなと思いましたね。もちろん、テキヤっていうのは、上水道、下水道の完備ができていないとか、定来所の指定が届けがないとかね、そういうふうな、条例とか法律で禁じられている衛生とかね、食品法の関係でダメっていうのだったらわかりますけども、反社会勢力としての指定を受けるっていうのは何なんだろうと思いますよね。これはつまり、警察の胸三寸で、お前は反社だって言われたら反社になっちゃうってこと、なんじゃないかなと思うんですよ。で、この度ね、ホストもそれにもしかしたら当てられるんじゃないかなというふうな動きが出てきたんですよ。まあ、これは致し方がない部分があると思うんですが、例えば、東京のね、大久保公園っていうところ、そして、大阪ではグリ下って言ってね、まあ、グリコのこうやってね、看板がありますよね、有名な。あの下の近くで路上売春をする、いわゆる立ちんぼっていう若いね、女性がいて、で、そういった女性を、まあ、補導なり、逮捕なりして事情を聞くと、まあ、借金があるから、売春をして稼いでるんだっていうふうに言われるわけですよ。で、その借金はなんでって聞くと、まあ、ホストに通い詰めて、そこで作った数百万、場合によっては1000万を超える借金の返済のためにやってると。で、返済しながらもホストに通ってるということでね。まあ、いわゆる、ホストが、まあ、精神的な、まあ、暴力と言ったら言い過ぎかもしれませんけども、精神的にね、女性を支配して、支払い能力以上のお金を、まあ、そこでね、まあ、売りかけしてるっていうところなんですよ。まあ、そうなると、この資金源を断つために、まあ、ホストに対しても反社会勢力としてのくくりを、指定をするんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。まあ、本来ってね、ホストってのは女性を温かく迎えてエスコートして、で、まあ、おしゃれにね、過ごしていただく。まあ、概念はいろいろあると思いますけども、ただ、売春をしないとやっていけないほど追い込むっていうのは、とてもかっこよくておしゃれなね、男のやることじゃないかなと思います。むしろ、そういったことを止める責任があると思うんですよ。ちょっとお金使いすぎじゃないのと。そんな無理したらここに来れなくなっちゃうからさ、と。いや、来てくれるのは嬉しいけど、犯罪に手を染めてまでお金作ってくれるなよ、と。そんなことをしたら逆に、関係者だと思われて俺もね会えなくなるし、第一そんな女は嫌いだよっていうふうにね、ことの善悪を教えてあげる、まあそういった男のかっこよさってものを、生きだとかね、いなせって言うんじゃないかなと思いますけどもね。金になるならね、まあ女房でも質に入れるみたいなね、まさにヤクザじゃねえかみたいな感じになっちゃって、どうもホストの印象ってのはだいぶ悪くなったかなというところでございます。女性に喜んでもらって、で、大金持ちの女性を捕まえる。それは大いに結構なんですけども、お金も仕事も何にもない女性、ただ若いというだけでいつでも金になるだろうということで、借金付けにして、その目的がですね、売春に落とすみたいなね。まあ、そんなことになっちゃってるのかなと。で、そういうことをして売り上げを上げる同僚ホストがいるもんだから、それに追いつこうとしたら、その方法を取りますよね。しかもこれがね、結構簡単にうまくいっちゃうんですよ。で、最近でしたら SNS を使ったり、出会い系サイトを使ったりとかしてね、マッチングアプリを使ったりとかして、そこで見込み客をつけるみたいな形で、実は俺ホストなんで店に来てねみたいな、つまり路上でキャッチするわけじゃなくって、ネットでキャッチするっていうところに変わってきたのかなと思うわけなんですよ。ちょっとね、根深い問題だなと思いまして、それよりも日本がね、なんとこういう国になってしまったのかなと。こんなことって、まあ、今はね、東京から大阪に広がりましたけども、これから福岡ですとか愛知ですとかね、それから
北海道とかに広がったり広島に広がったりとか、うん、大都市を順番に襲っていくんじゃないかな、そして全国規模になったりとかするんじゃないかなと思いましたね。昔不名誉なねことですけども、あの東南アジア売春ツアーってのがあって、日本の企業の研修とか出張というふうにね、まあ手を取ってそういったところに売春ツアーに行くようなね親父さんとかいたみたいですけども、さあ果たしてですよ、なんかこう今度は、まあ、日本売春ツアーみたいなのが東南アジア諸国で組まれる日も遠からず来るんではないかなって、まあ、そんなことすら感じる日々でございます。いってらっしゃい。